これは見方によってはとてもハードないじめなのでは。うるせえ、しばらくそうしてろ。まあまあ、事情を説明されたろう、許してやれって。パンダが喋った。シャケシャケ。なんて。犬巻先輩は呪言した。言霊の増幅、強制の術式だからな。安全を考慮して語彙絞ってんだよ。死ねっつったら相手死ぬってこと？最強じゃん。そんな便利なもんじゃないさ。実力差でケースバイケースだけどな。強い言葉を使えばでかい反動が来るし、最悪自分に返ってくる。語彙絞るのはトゲ自身を守るためでもあんのさ。で、先輩はなんで喋れんの？新種のパンダとか？人の術式をペラペラと。いいんだよ、トゲのはそういう次元じゃねえから。んなことよりユージ、ん？戸様返せよ。サトルに借りたろ。貸してあげる。壊した。帰ってこねえ。胡蝶先生が持ってるよ。あのバカ目隠し。汚っ。